はい、こんにちは。では今回の講義は朝鮮半島のまさに現代史、朝鮮戦争後の韓国および北朝鮮の歴代大統領とおよび主要な出来事についてお話ししていきたいと思います。では参りましょう。韓国なんですけれども、初代大統領は、こちらイスンマンですね。はい、初代大統領イスンマンでございます。はい、で彼は親米反共の独裁政治の実施、まず国を作らないといけないので民主化というのはあまりなく、国内の民主化勢力は逆に言うと、かなり弾圧しています。民主化勢力のみならず、例えば朝鮮戦争の時なんかはね、いわゆる国内の共産主義勢力はもう何十万という規模で、処刑したりとかしてますね。ご時世がご時世だったので仕方ないところもあるのかもしれませんが、で、アメリカとの反共体制を強化したのが、イスンマンですね。で最終的に、ずっとね、大統領の地位にね、いようとした結果、彼がね、60年の段階でね、不正選挙を行ったんですよ。でその不正選挙に反対したのがいわゆるこの4月革命、ソウルで起きてますわ。またの名を大韓民国革命というふうな言い方をします。60年の出来事ですね。でこの革命を受け失脚し、ハワイに亡命し終了。はい、続きましては、ユン・ボ・ソンという人物がいますね。で彼の時の朝鮮内閣なんですけれども、軍部クーデターが起きるんですよ。大韓民国軍部クーデターっていうふうな言い方もしたりしますね。はい、これでもね、資料集黒太文字なんですよね。韓国軍部クーデター、大韓民国軍部クーデターっていうんですけれども、なぜ黒太文字かというと、このクーデターで政権を脱却したのが、これですね。はい、パク・チョンヒが登場します。クーデターにより彼が、最終的に大統領に就任する形となったんです。ですからパク・チョンヒの登場があるので、この、大韓民国軍部クーデターっていうのは押さえておくといいでしょう。そして登場したのがこの男です。63年から79年を率いたのがパク・チョンヒです。この字がね、ここですよね。皇帝帝以来のこの字が出てくるんですけれども、パク・チョンヒでございます。パク・チョンヒは、かなりの独裁ですが、彼が起こしたことはでかかったんですよ。独裁政治なんですけれども、経済面で半岸の奇跡と呼ばれる韓国に流れる漢江という川がありますよね。最初の1ページ目のところに地図出したと思うんですけれども、はい、こちらですね。はい、この漢江で、この特に漢江の下流域中心に工業化を徹底的に図ったんですよ。で、海外に向け、国内および海外への輸出、内需も外需も拡大させたので、彼の時に経済が大きく前進したんですよ。でやはり国民というのは生活の水準が上がると喜ぶので、誰しも一緒です。独裁ではあるんですよ。こういうのを開発独裁と言ったりします。貧困から脱するには工業化が必要であるという世論を背景に、もう反対勢力は徹底抑圧はしますが、逆に経済では復興を実現する、経済発展を実現したため、独裁って聞くとやっぱり良くない、それは民主化というふうな意味では良くないんですけれども、一方で、出来上がったばかりの稚拙な国をね、幼稚な国を育てる上では意外と有効だったりする。世界の独裁者っていろいろいますけれども、例えばヒトラーも前期ヒトラーね、前期ヒトラーというふうな言い方をするんですけれども、
就任して間もない頃の、前半ですよね、つまり第二次世界大戦以前のヒトラーっていうのは、アウトバーン作ったりベルリンオリンピックの開催をしたりと経済については目覚ましい発展っていうのを、成し遂げた人物なので、そこからも人気が一気に固まってる、集中したというふうに思ってもらってもいいんですよ。で、パク・チョンヒも独裁ではあるんですけれども経済発展は目覚ましい、成果を出したので彼はそのまま、大統領に就任し続けたというようなところですね。で、彼の時になんですけれども、日韓基本条約を締結してます。日韓基本条約を締結しております。日韓基本条約というのは要するに日韓との国交正常化を果たした条約です。どういうことだろう、大丈夫ですか。あくまでも1910年の韓国併合によって韓国はもともと日本の植民地であったわけですから、そのような負の歴史もあるわけなので、そういったことはもうね、いろいろあったけれどもこれから手を取り合っていこうよっていうふうなところです、日韓国交正常化。ただこれ面白いのがこの時にね、こういうふうにね、条約に書いてあるんですよ。実はね、朝鮮半島はね、もう朝鮮半島は要するに韓国の国だよっていうふうな言い方をしたんですよね。ですからこの日韓基本条約を結んだ結果、日本は北朝鮮とは国交は結ばなくなりました。これ日本が歩んだ歴史です。なので朝鮮というのは国連ではあくまでも朝鮮民主主義人民共和国、まあ皆さんのいわゆる家とかにあるような地図、世界地図でもそう書かれているんですけれども、メディアでは朝鮮民主主義人民共和国って絶対言わないですよね。これはなぜか、国交がないからです。北朝鮮なんです、国交がない国の正式名称は呼ばないんですよね。そういった実はね、メディアのこうね、要素が垣間見えるのが北朝鮮という呼び名なんですよね。当然国交ないから、北朝鮮の旅行もね、そう簡単には行けないです。韓国経由行かないとまず不可能なんで、なかなか行くのは難しいですね。で、この、パク・チョンヒの時に民主化勢力であったキム・デジュンというのが実は東京を訪れた時に拉致されてソウルに連行されたっていう事件が、韓国というのは基本的に、戦後民主化の波に揺れる数十年を送っておりますので、そのあたりは留意しておくといいでしょう。さあ、そんなパク・チョンヒなんですけれども、終身大統領でいようとしたんですよ。まあ要するに何度も何度も何をやるの、憲法改正を何回も行うんですよ。で、実質終身大統領に近い形を取ろうとしているぐらいの人物。はい。で、最終的に、中央情報部の、部長が、パク・チョンヒをね、暗殺するんですよ。パク・チョンヒ大統領暗殺事件っていうのがあります。はい。これもね、一応資料集にも、黒太文字に載っているので押さえておくといい。で、暗殺関係者は逮捕・処刑されたんですけれども、後任の大統領に中共派というものが就任する。ですからパク・チョンヒの、まあ、経済的な発展は進んだんですけれども、非民主的な独裁体制というのはこれで終焉を迎えます。ですから余計に混乱に、陥る朝鮮、失礼、韓国というのは、ここからの民主化運動の波というのが出てきます。ですから後を継いだ中共派の時にも民主化運動は激化します。具体的にはこの時、ソウルの春、まあ、結局春ってよく言いますからね、プラハの春とかね、民主化というのは何々の春っていうふうな言い方をしますので、ここからね、民主化運動の激派でソウルの春と呼ばれる時代が来ます。それに対して対抗すべくこの中共派というのが戒厳令、厳しい厳しい、いわゆる言論弾圧を、企てました。
さあ、それが結果どうなったかというと、そのまま80年なんですけれども、光州事件というのが起きまして、学生労働者が民主化を求めて、光州という市を占拠するんですけど、その時に、ね、後の大統領に就任するチョン・ドファンを中心とした徹底的な武力弾圧、多数の出生者を出すような事件が起きました。ということで、押さえておいてほしいのは、このようにね、民主化を求める、民衆と、および民主化を避けたい、首脳陣というもので揉める韓国の歴史を押さえておきましょう。はい、チョン・ドファン、彼の時なんですけれども、大韓航空機撃墜事件、これね、ソ連がね、いわゆる、よいしょ、ソ連がサハリン沖に航行中の大韓航空機を撃墜しちゃった。で、当然多数の死者が出ましたので、韓国の反ソ感情およびソ連に対する国際的非難が高揚し、さらには、このね、チョン・ドファンっていうのが、はい、ミャンマーを訪問してる時に首都のヤンゴンでね、爆弾テロがあったんですよ。これをヤンゴン爆弾テロって言うんですけども、これをね、韓国政府がね、北朝鮮の仕業だっていう風な言い方をして、南北の緊張がものすごい走ったわけなんですよね。はい、で、なかなか民主化が実現しないんですけれども、ついにチョン・ドファンの、ね、いわゆる大統領の、任期の末期の頃ですよね、民主化の実現、これね、国民投票で新憲法ができたことによって、はい、それまで以上に大統領の権限が薄れたわけです。と、民主化の波っていうのが徐々に波及していった。チョン・ドファンは辞任し、その後にノ・テウが就任します。はい。ということで、その次がノ・テウ。この人物は押さえておくといいですよ。ノ・テウ登場します。ノ・テウなんですけれども、88年にね、チョン・ドファンの時にもソウルオリンピックっていうのを行っているんですよね。ただこの、チョン・ドファンではなくノ・テウ政権の時にソウルオリンピックを行っているんです。で、これっていうのはいわゆる社会主義国との関係改善を推進したかったっていうのが実はあって、というのはボイコットの歴史なんですよ。1980年にはモスクワでオリンピック開催されてて、その時も緊張関係から結局西がボイコットしてるんですよ。西側がボイコットしてて、で、逆に言うとその後1984年の、ロサンゼルスオリンピック、この時も今度東側がボイコットしてる。ですから、このソウルオリンピックこそはそれぞれのこういうボイコットがないようにっていう協調的な外交を行って国際関係の改善改善を推進したんで、韓国が高く評価されました。まあ、何が悲しいかというと、ね、西側東側の参加国は増えたんですけれども、肝心の北朝鮮はボイコットしてます。まあ、北朝鮮はもともとソウルオリンピックの時に、平壌での共同開催を考えてたんですよね。共同開催を掲げてて、ただこの平壌での共同開催が最終的に叶わなかったんですよね。これが実現しなかったので、まあ、そういったこととか、これまでのヤンゴン事件とかの経緯、緊張関係もあって、北朝鮮は参加しなかった。ちなみにこの時2のキム・イルソンは、北朝鮮の国民に対して、実は今行われているソウルオリンピックは全て嘘なんだよと言ったそうです。まあ、国民も将軍様の言うことなのでみんな信じたことでしょう、ね、で、ソウルオリンピックで国際関係の改善を推進したことも認められ、この後91年には南北朝鮮の国連同士加盟が実現します。
そうなんです。だからいろいろ北朝鮮のソウルオリンピックボイコットとかありましたけれども、ちょっとずつね、実は南北朝鮮のこう要するに関係改善が見られる時代が始まります。で、韓国と中国の国境も樹立してますね。韓中国交樹立というふうな時代にもなったわけです。さあ、その後しかも、韓国の動きとして非常にね、民主的という意味でいいのは、民主的な大統領が連続して2名選ばれますね。キム・ヨンサンとキム・デジュン。そうなんですよ。かつての、ね、こうパクチョンヒによって弾圧されていたキム・デジュンがこの後に大統領になるんですよね。さあ見ていきましょう。キム・ヨンサムなんですけれども、文民出身の大統領で、光州事件の時の、チョン・ドファンや、ロテっていうのを最終的に逮捕したというようなところです。で、次のキム・デジュン、ここは結構大事なので押さえておいてください。はい、キム・デジュン登場してきますけれども、キム・デジュンは、このね、独裁政権の時代に幾度となく逮捕されたんですけれども、逆に言うならば民主化勢力としては大変強い人物です、ね、野党から大統領選挙に当選した。まあ世の流れとしては民主化を、ね、求めていた民衆っていうのと国際的な、ね、情勢を加味して、やはりこういう人物が出てくる時代だったのでしょう。彼が行ったのは北朝鮮に対する融和政策として対応政策、北朝鮮に対する強硬策から融和政策を取った。その賜物としてあるのは北朝鮮の訪問です。この時はキム・イルソンではなくてキム・ジョンイルなので気をつけてくださいね。はい、北朝鮮を訪問してキム・ジョンイルとの南北首脳会談を実現しています。まあ2人で手を取り合ってこう高々と上げたっていう様子は世界でもよう報道はされましたね。南北首脳会談の実現、はい、でございます。キム・デジュン面白いのは日本語結構いけるんですよ。で、民主的で日本語もいけるわけですから、まあそういったところが彼の時代2003年までなんで、こういったところもあって、ね、日本とも要するに、反日っていうのがなくなっていく流れを作ってくれた。で、有名なのが2002年の日韓ワールドカップ。まあ私この頃中学校1年か2年だったので、やっぱり結構記憶には残ってますね。日韓ワールドカップ、中田英寿とかね、その頃の時代です。中田とか小野とかのサッカーの時代ですね。こう写真とか結構調べたらすぐ出てきますね。日韓ワールドカップ、調べたら出てくるので、はい、ね、この有名なこう、ね、中田英寿とかこう真ん中にあこの辺りにいますね。稲本とか小野とかの時代ですね。で、日本がね初めてワールドカップで勝ち点を獲得することができた、なんか引き分けだったかな、勝ち点を予選で獲得することができたっていうところで有名な大会です。そう考えると今の日本サッカーってなかなかすごいところだったなって思いますね。で、これ面白いんですよ。ここからね、いわゆる何度も来るんですけれども、韓流ブームっていうのが当時やってきて、韓流ブーム。この頃の韓流ブームは、今だと20とかいろいろいるんですけれども、冬のソナタだね。冬のソナタとかありました。いましたね、チェジュとヨン様ですね、冬のソナタ有名でした。ロケ地にも日本人殺到したっていうね、この頃のなんか世相っていうのがありますよねっていうようなところです。はい、ね、キム・デジュンは、それまでの独裁型から民主化に変わったっていう流れもあるので、しっかり押さえておくといいですよ。で、その後なんですけれども、まあノムヒョンね、イ・ミョンパク、まあこの辺りはそんなです。まああまりにも最近すぎるので出題もそこまでされないので、ノムヒョン、イ・ミョンパク、パク・クネ、最近収賄容疑で逮捕されて、なんかもう88歳まで出れないんじゃないかと思うんだけど、最近確か恩赦されました。で、ムン・ジェインで、今が、ユン・ソクキョル、まあユン・ソギョルでもいいんですけども、まあこう続いています。まあ、この辺りはもう非常に最近の歴史なので出ないんですけれども、まとめておきますと、韓国というのは、いわゆる独裁型
まあ、それである意味経済発展は遂げたんですけれども、独裁型から民主化運動が起き、民主化の波の中でキム・デジュンのような、大統領の就任があったっていう流れ、大きく見ていくとやはり押さえておいてほしいのは、まあ初代のイ・スンマンとその後のパク・チョンヒとほんで、まあ、ノ・テウ一応押さえておいて、その後に、キム・デジュン出てくるので、この辺りはしっかり押さえておくといいかと思います。ではちなみに北朝鮮なんですけれども、まあここはキム一族による王朝ですからね、言ってしまえば、はい、まず考え方は主治思想って言って、朝鮮労働党の方針は基本的に外国の援助に頼ることなく政治経済国防の自立を目指そうという考え方、主治思想っていう風な言い方をします。はい、ね、でこれを出したのは誰ですか、中の中で初代長女じゃやってしまおうますか、初代は、キム・イルソンです。キム・イルソンね、まあ、確かにね、第二次世界大戦中は祖国幸福会を組んで、抗日、構想を繰り広げた男なので、まあ、しっかり組んだというには良かったのかと思いますが、まあ、昔からあるのが、核兵器の開発疑惑ですね、もうずっと、はい、核開発に着手していて、で核拡散防止条約加盟してますから、あの核査察受けるんですけど拒否、90年代、でね、彼の時、あ、その後なんですけど、キム・ジョンイルの時にはあの要するに核拡散防止条約の脱退宣言も出してますんでね、っていうようなところです。はい、で、まあそのようなね、核兵器の開発疑われる中、はい、こちら同じ字が入りますけれども、キム・イルソン亡くなり、後任に就いたのが長男のキム・ジョン・イル、はい、彼の時に触れておきますと、2003年のそのいわゆる核拡散防止条約 NPT 脱退宣言、あのめんどくさいのが宣言は出してるんですけど脱退はしてないです。脱退宣言、これただたまにあるのが少し、外れるけど押さえておいてほしいのが NPT、 要するに核拡散防止条約ですけど、これ未批准国は4つだけなんで、ほとんどの国際社会ではそれまでの国っていうのが加盟してるんですけど、未批准国地味に抑えるといいですよ。インド、パキスタン、イスラエル、あとはちょっと最近できたのでまだ南スーダンですね。未批准国も一応こう押さえておくといいです。まあ逆に言うとインド、パキスタン、イスラエルなんかははっきりとしますね、そのもとに核兵器を開発しているのでというようなところなんです。はい、北朝鮮は何度も言いますが脱退宣言してますけど脱退はしてないです。はい、でまあなんか経済制裁を受けながらも核兵器を開発をしつつで、キム・ジョン・イルの死後はキム・ジョン・ウンの登場です。で彼の時に行われたのが、はい、2018年の米朝首脳会談ですよね。でアメリカ大統領のトランプとキム・ジョンウンによる史上初の米朝首脳同士による会談、まあこうしてね資料集なんかでももう文字で出るようになったんで、そういう意味ではやっぱトランプっていう人物は世界史に載るんだよねっていうようなところです。いろいろありましたっていうようなところでございますけれども、まあまとめますと朝鮮のしかも北朝鮮単独で出ることはほぼないので、強いて言うならばあの南北首脳会談とかですよね、先ほどもありましたがこのキム・ジョン・イルの時ですね、キム・ジョン・イルの時に南北首脳会談を行っているよとか、その辺りをしっかり押さえておけばいいかと思います。はい、では朝鮮半島の現代の、最後はね歴史を触れさせていただきました。はい、以上でございます。